本日はアナウンサーの伏丸雄一さんからバットリフティングチャレンジが回ってきたのでやろうと思います。バットリフティングっていうのはもう単純に、バットでリフティングをするというそのまんまでございます。はい、まだあんまり、世間では、流行ってないみたいなんですが、ちょっとやってみたいと思います。ちなみにリサーチしてみた結果、あの YouTube でやってる人がいて、すごい人は100回を超えてやっていたんで、それをね超えれるように頑張っていきたいと思います。ちなみにあの家で軽くやってみたらもう5回もできなかったんですけど、はい、ちょっとやってみたいと思います。まず練習からいきましょう。で使うボールは筒香選手が、打った、ホームランボールではなくファールボール、はい、国際大会で、メジャーリーグベースボールって書いてあるんですけど、それでゲットしたんで、このボールを使って最終的にはやっていきたいと思います。でもトスのがあれなんで、最初は、軟式ボールで練習したいと思います。これちょっと何球かやってみたんですけど、ボールってもともと丸いですよね。でバットも丸いんですよね。なんで接着する場所が丸いんで、2つともなかなかあの綺麗に上に上がらないんで、本当一点にお互いに当たる面が同じじゃないと真上に飛ばないんで、結構これ難しいですね。今んとこ練習で9回ですね。もうちょっとやってみます。本番いきます。本番いきます。はい、というわけで記録は11回。はい、11回でした。これなかなか難しいです。はい、せっかくの筒香選手のファールボールもちょっと汚れてしまいましたけど、はい、めちゃめちゃ難しいんですけどね、楽しいと思うんで、ぜひ、皆さんもやってみてください。引き続き、コロナに負けずに頑張っていきましょう。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。